おはようございますというわけではないんですけど、でももうねお昼になっちゃったんですけど、久しぶりにねコメダに来てます。でね、ランチをコメダで取ろうかなっていう感じですね。なのでモーニングじゃないので豆菓子がついてます。ということでいただきます。じゃ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 ーん。ということでコメジャンチキンサンドをね頼んでみました。これもうね多分次のやつと入れ替えで終わってしまうんじゃないかなとは思うんですけど、結構ね辛めで美味しかったんで最後ね食べようかなっていう感じですね。ということでいただきます。いただきます。コーヒータイム。今日はねマラゴジッペですね。でかい豆。うん、いい香り。で今日ね何の話しようかなと思ってたんですけど、最近まあずっとねお腹が調子が悪いっていうね話をしたと思うんですけど、昨日かな一昨日ぐらいにしたと思うんですけど、原因がね分かった気がするんですよ。そのね原因っていうのが何かと言いますと、腹筋のやりすぎ。腹筋をねちょっと腹筋のね強度、運動してる運動の腹筋強度をね上げたんですよね。まあもともとねそんなに腹筋はやらずにやってたんですよ。他のね種目、まあ筋トレしてるんですけど、筋トレの他の種目とかをやるときにお腹って結構使うんですよね。なのであえて腹筋をやらなくてもいいかなっていう感じで、腹筋っていうのはねあまりやらないでいたんですよね。ちょっとこれは浅入りなんで少し早めに落としますかね。でやらないでいたんですけど、もうちょい真面目に腹筋やろうかなと思って腹筋運動をやり始めたんですね。まあ、腹筋って言っても普通にね皆さんが思い浮かべるようなクランチっていうねお腹を丸めるような形。おっと入れ終わってしまった。はい、コーヒー入れ終わりました。お腹をね丸めるような腹筋ではなくて、レッグレイズっていうやつのねちょっと変形したタイプの、変形っていうかねちょっとやり方を変えたタイプのレッグレイズっていうのをやり始めたんですけど、それがねまあねちょっとめちゃくちゃ効くんですよ。本当に腹筋がねつる腹筋つることってあります？皆さん腹筋運動をやってて腹筋がつるとかそのレベルでね効くんですよね。まあちょっとその腹筋に関しては来週かな、来週の土曜日渋谷の筋トレ会がねあるので、その時に筋トレ仲間にねやらせて腹筋をねめちゃめちゃに破壊してやろうかなと思ってるんで、まあその時に披露できたらなという感じなんですけど、それがねいけないんじゃないかなって気がするんですよね。結構ね腹筋運動とか、まあ前にねジムに行ってた時にそのレッグレイズって言ってハンギングレッグレイズっていうね懸垂台に手をね手を捕まって、で足を下からね上に上げる、でそれの後にねツイストっていうのをやってたんですよ。それをやるとねお腹がよじれて、でお腹に刺激が入りすぎて過敏症っていうんです、超過敏症だったかなちょっと忘れちゃいましたけど、そういうのがあってお腹が緩くなるっていう現象がねあったんですけど、そういうのを起こしてたんですけど、それと同じようなことが起きてんじゃないかなと思ってて、まあねまあ何事もねやりすぎんのは良くないなっていう、まあ3セットやってるんですけど4セット、まあ2セットぐらいでやめとくのがいいかな。まあそれともまあこのまま強くしていってしっかりとね3セットこなせるようにするっていうねっていうのもありかなとは思うんですけど、うん、まあちょっと今ねそういう感じかなっていう、なんか体調が悪いわけではなさそうだなっていう感じがしてね、ちょっと
うん、まあ自分の中ではね納得したところがあります。はい、ということでコーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。うん、いい香り。うん、美味しい。うん、このマラゴチッペってね、すごい、まあ比較的酸味が少ないかな、結構ね飲みやすいですね。で今日は9月の3日、9月の3日ってね何かと言いますと、じゃん、グミの日なんですよね。93って書いてグミっていうことらしくて、グミの日らしいんですよ。なので今日ね、まあ、前にねちょっと日頃からグミ食べてるみたいなね、間食でグミ食べてますよみたいなので話したと思うんですけど、それでねまたねグミをいろいろ買ってきました。今回は、まあ、このね東京グミ、東京に憧れるあなたへって書いてありますけど、東京住んでるから別に憧れてるわけじゃないんですけどね、うん、ちょっと買ってきてみました。であとね、東京って言ってるには八丈フルーツレモンって書いてあるんだよな。でも作ってるところはね埼玉県久喜市なんですよ。はい、でこれがね真心、ま、違う、丸ごとグミ、ピューレ入りマンゴーグミって書いてありますね。あのマンゴーピューレが入ってるらしいです。これもね脂質ゼロ。こっちもね、こっちはね微妙に脂質が2入ってるんですね。あ、違う、 0.2 入ってるんですね。まあゼロって言っちゃってもいいと思うんですけど。で、これね 4D グミ、何が 4D なのか分かんないですけど、ディズニーなのかな、分かんないですけどね、っていうのをねちょっと買ってきました。この 4D グミね、1個食べてみますか。じゃん、結構でかい、でかいですね。うん、でかいから噛み応えがすごい。うん、まあ味は普通だけど噛み応えがいいな。うん、結構いいです。でまあそれとは別にね、こういうやつ、じゃん、グミサプリ、これもう結構前から売ってる夕飯味覚糖のねグミサプリってやつなんですけど、まあサプリメントをグミ化したやつなんですけど、これがね、まあこれをね、まあ、間食とは別に取ってるんですよ。このビタミン C とあと亜鉛ですねっていうのを食べていて、で結構いいんですよ。なんか、うん、パトカーの音が。でこれがね、ビタミン C が2粒で 500mg で、コラーゲンが 200mg って書いてありますね。で1日2粒ずつで、こっちは亜鉛が、2粒で亜鉛 10mg で、マカが 30mg、 コラーゲンが 300mg って書いてありますね。まあコラーゲンは単純にね、グミのあの、まあ、ゼラチンのコラーゲンだとは思うんですけど、この亜鉛とこの、ね、ビタミン C、まあビタミン C はね、あのいくらでも取っていいんですけど、この亜鉛、これねコーラ味ですごく美味しいんですよ。で 10mg、 まあ今のね現代日本人っていうのは食生活でね亜鉛が不足しがちって言われてるんですよね。で亜鉛が足りてないと味覚障害だったりとか、いろいろとね体の不都合っていうのが起きやすいんですよ。なので亜鉛は摂取していきましょうっていう話なんですけど、ただねちょっと注意点があって、亜鉛これ 10g、 あ 10mg 入ってるんですよね、2個で。で1日2個食べてくださいって話なんですけど、実は亜鉛って取りすぎると、あの銅欠乏症っていう、そういうねものになりやすいんですよね。だからサプリメントで取るのって結構難しくて、その取りすぎちゃいけない、取らなきゃいけないけど取りすぎちゃいけないみたいなね、そういう物質なんですよ。でその取りすぎちゃいけない、その取りすぎちゃいけないっていう量が成人男性で 40mg なんですよね。なんでこれを
このグミサプリをね、8個、この1袋だと30日分かな、30日分って書いてあるんで 2×30 で60粒入ってるんですけど、これをね全部食べるとかなり過剰に摂取してしまうんですよね。なので、このグミサプリ、まあ、ビタミン C に関しては別にね水溶性のものなんでカロリー取りすぎってなるだけで別に問題はないんですけど、こちらのね亜鉛マカに関してはかなりねセンシティブに扱わなきゃいけないっていうね、そういうサプリなので、もしねあこれいいなと思って食べる人いたとしたら、1日1袋とかねやりがちなんですよね。知り合いでもいたんですけど、1日1袋とか食べちゃうと過剰摂取で動欠乏症とか、動欠乏症になると何が起きるかっていうと貧血とかにもなりやすかったりとか、あと内臓の不調とか起きやすくなるはずなんですよね。確かその鉄をね、銅を使って銅が鉄を吸収するために必要だったんだかな、ちょっとそこら辺をねちょっと忘れちゃいましたけど、確かそういうようなことが起きるって話なんですよ。なのでちょこのね亜鉛マカ美味しいですけど、これコーラ味ですごい美味しいんですけど、まあ、取りすぎないようにね気をつけて、まあもし取る方がいたら、気をつけてください。まあ、40g ってことなんで、まあ取りすぎたとしても食べすぎたとしても1日4粒までとかにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。っていう感じで、バイ。